皆さんこんにちは、チャンタイです。パープロ2019ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回イーグルスとの11回戦を届けしていきます。はい、前回の試合はね、もう本当にこう試合の序盤から終盤までね、点の取り合いになるシーソーゲームでしたけど、最後の最後ね、もう本当にあと一人で、負けるっていうような、ね、場面でもあったんですけどね、レイちゃんがやってくれましたね。はい、前回のカードのライオンズ戦からずっともう終盤にドラマチックな展開ばっかりが起こる試合が続いてますけど、いや前回はね、まあその中でやっぱり勝てたっていうのがね、本当に大きかったですね。はい、じゃあね、今日も頑張っていきたいと思います。先輩メンバーのローテーションの番ですよね。あ、じゃあ水木ちゃんいきますね。あの先発まだ2回しかないみたいなんですよね。DH が開きますね。結構まんべんなくスタメンで使えてると思うんですが、かなりに使ってないかな。はい、ちょっと上位メンバーが不調ですけど、はい、じゃあこれでいきます。明治神宮野球場です。乃木対東北楽天ゴールデンイーグルス11回戦の模様をお送りしてまいります。乃木の先発は勝利を呼ぶエース山下、対するイーグルスの先発はルーキーの湯気、この両投手の投げ合いです。そういえば、あ、そうですね、この動画内であんまり言ってなかった気がするんですけど、水木さん、写真集出るじゃないですか、うん、なんか先行カットとかも、結構ね、もう何枚か公開されてると思う、表紙とかも、いやー、かわいいですよね、きれいに、試合開始早々、すみません、なんか、いやもう本当に、やっぱり、このペナント4期生中心でやってて、これどうしても Twitter とか、まあ、この YouTube でもそうなんですけど、やっぱりこう4期生の話とか話題ですよねが、まあ、多くなっちゃうんですけど、なんかやっぱり最近結構来てますよね。うん、水木ちゃん、なんか自分あれなんですよね、ツイッターでツイートしたんですけど、写真集のタイトルがなんかわかんないですけど、ものすごくハマってしまいましたね。本当にめっちゃいいタイトルだなと思いましたね。うん、忘れられない人でしたかね。やばいっすね。 OK 刺した、よし。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。なんかものすごいツボにはまってしまいました。センター前進、センターへの浅いフライ取って、これで3アウトチェンジ。乃木大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。あの前回結構あの乱打戦になって点数も結構取られたんでね、今日抑えたいですよね。プロ入り初登板のマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。はい、楽天湯気投手ですね。なんか初登板っぽかったですね。ですね、このペナントでは初登板ですし、もちろん自分も対戦ないですね、湯気投手は。あ、でも結構能力いいですね。あ、このね、左ピッチャーのカットボール、これがやっぱりこう右バッターが多いだけに、これがそのインコースに来られるとちょっと詰まりやすいんですよね。まあ、カットボール限らずスライダー系のボール全般なんですけど、特にカットボールはその中でもね、はい。あ、でも青徳もありますね。どうかな。あ、そっか、調子絶好調ですからね。もしかして結構しにくいかもしれないですね。あ、結構切れ味鋭い。あ、今みたいに外から曲がってくればまだなんとかなりそうな気がするんですけど、左インコースに来ると相当。一塁ベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。インコースのカットボールは
もう流すっていうか、こう三遊間に強い打球強いイメージを打たないといけないですよね。第3球リングを決めた。第4球を投げた。よし、あ、これ取られるかな。ここはうまい守備に阻まれました。このノーヒッター田村、第9球初球空振り、初球空振りからもうインローへ。第3球はアウトコース、外れても第4球を投げた。よし、どうだ、お、行きそう。よっしゃー、まいちゃん36号。よし、今のはね、甘いボールだったんで、オッケー、これ大きいですね、先制点。やっぱこの、ね、まゆちゃんはこの逆方向にもね、ホームラン打てるっていうのがかなり、結構このペナントでも多いと思うんですけど。ここは守備に阻まれました。はい、でも先制点入りましたね。よし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 。1対0、乃木先制点を挙げています。ただ最近本当に終盤にドラマが多いから、ちょっと全然、まあ、始まったばっかりでもありますし、この回のトップバッターは島内。油断は全然できないです。ちょっと話戻るんですけど、みずきちゃんの写真集、自分4冊買おうかなと思ってます。見る用、飾る用、保管用、何かあった時用、何かあった時。なんか自分特に、こう、何かを集めてるっていうのないんですけど、別に乃木坂に限らず、なんかこう、うん、なんか、ないんですけど、まあ、コレクターの人って結構その何ですか、何かあった時をっていう感じで買う、同じのを買う方も多分いると思うんですよ。だから今回自分も何かあった時、何があるんだろうって思うんですけど。はい、第5球投げた、第6球を投げた、打ったに当たりだ、サード抜けた、あっと抜けた、ウィーラー、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。楽天ちょっとあれかな、併殺持ってる選手多いですかね、もしかして。うん、ちょっと多い気がしますね。ストレートに送ってストライク。第4球は、あー、やばい、うそマジか。うっそー、今も完璧捉えられたな。左バッターボックスには9時から、いやー、マジか。いや、これもちょっと、あー、ピッチャーで取れなかった。セカンドから一塁送球。これ多分今、まゆちゃんかあやめんが、あ、ちょっと待ってください。あれ、ブラッシュ選手、あ、ブラッシュ選手いない。橋本選手が入ってますね。あ、ノリノリじゃ、あ、控えにいますね。あ、これでもちょっとどうかな。さすがにノリノリといえども、ブラッシュ選手の方が嫌かな。うん、これちょっと助かるかな。あ、でも、ノリノリなんでちょっとあれですけどね。油断はもちろんできないですけど。投げました。ストライク。第2球。打ちました。当たり損ねば、ショートゴロ。2塁送球。2塁フォースアウト。よし、OK。いやー、ちょっと銀次選手の一発が。2回の表が終わって2対1。いや、ちょっと、2回の裏1点を追いかけ、なかなかこういう展開が最近本当多いですね。第2球、いや、フォークの落差結構あるな。第3球を、第4球を投げました。次は5球目。うわ、厳しい。いやー、今の多分入ってますよね。うん、
よし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 、めちゃめちゃ甘いボールだけ打ちに行きます。あー結構、まあ今のはか、まあまあ甘いボールだったんですけど、ね、はい。これが厳しいんだよな。あー惜しい。これで2アウト、ランナーありません。いやでも今ぐらいのコースだったらちょっとやっぱ捉えないといけないですよね。もうちょっと、際どいコースだったらさすがにちょっと難しいんですけど、その今ぐらいのはちょっと捉えていかないと。さあ前回レイちゃんね言ってますからね。これちょっと家同士やばいかも。これで3アウト。カーブですよね。カーブがストライクゾーンに入ってくればそんなに、まあ、一番打ちやすいと思うんで、カーブが、あ、これ山下対決ですね。お渡し会も写真集あるみたいなんで、ちょっと自分応募は、はい、してみようかなと思います。ちょっとかなり倍率すごくなりそうですけど、それなんかお渡し会みたいなのってちょっと自分行ったことないんで、うん、まあもちろん今回みずきちゃんだからっていうのもあるんですけど、行きたいっていうのは、それはもちろんあの一番の理由なんですけどね。一回ぐらいそういうの行ってみたいなっていうのもあるんで。第3球を投げました。第4球を投げました。完全に外れた。多分あれですよね、握手会とはまた違った感じなんでしょうね、お渡し会とかって。まあもちろんそのメンバーの方と至近距離でこう、お渡し会もちょっと多分一言ぐらい会話できますよね、多分。だからちょっとまあ握手会とは似てるとは思うんですけど、やっぱりなんか違った感じもあるんでしょうね。うん。第3球を投げた。見送ってストライク。追い込んでいます。投げた。あの以前あの怖くで。1ヶ月ぐらい前ですかね、みずきちゃんと握手、久々に握手して、その時にこう3、4期生の合同ライブが当たらないからって言ってあの、ね、慰めてもらったんですけど、それで結局そのライブのチケットをね、ギリギリで当たったんで、そのお礼にも行きたいっていうのもあるんで、うん、それも込めて行きたいんですよね、私から。ボールだったかな。よし、 OK、 ナイスバディ。よし、今の結構キビアドリコースでしたけど、いやー、しちゃったか。第3球を投げました。セイラちゃんもね、前回2本打ってますからね、ホームランね。次が4球目。バッターの足元。さあ、動きは5球目。厳しい。あ、でも抜けた。よし、オッケー、ナイス。こうなる、ここはバントでいいかな。はい。さっきの場面もバントでもいいかなと思ったんですけど。投げました。よし。オッケー。さあ、やめん。フォークが思ったより落ちますね。よし、これ犠牲フライになるでしょう。あ、それどころか抜けれる。それどころか、あ、これいけるかな。大丈夫ですね。あ、抜けましたね。あ、これはね、あやめん、あの7月までの成績の振り返りで見たんですけど、あやめんね、打点王の可能性も全然残されてるんですよね。これ2打点入りましたからね。あやめに関しては首位打者打点を最多ギダっていうね、その最多ギダまでタイトル取る可能性もありますからね。いやでも今のタイムで大きいな。逆転に出ましたからね。これはちょっとミートずれてたかな。さすがにサードいきますよね。今みたいなボールですね。
これがギリギリストライクとかになると相当きついんで、第5球投げた空振り、投球はこれから6球目、よしさらに頭でかっきりですね、よしさあここで1本出れば大きい、第1打席はライトフライに倒れています、投球これから2球目、2球目ストライク、あー今行ってよかったな、ちょっとあ厳しい、よーし OK、 なぜなぜなぜ、いや今厳しいわ、よし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 、なんとか、ちょっと最近やんちゃん4番に入れてるじゃないですか、どうですか、結構自分ハマってる感じあると思うんですよ、カッキーの前にこうランナーが溜まって回る場面っていうのが、まあ、今タイムリー打ててタイムリーも全然もちろんいいんですけど、カッキーホームランが多いんでランナー溜まった状態で回って、やっぱそれが、そこでホームランが出ると、かなりね、大量得点っていう可能性があるんで、その形は作れてる気がするんですよね、今までに比べて。ヤンちゃんが4番に入ることによって、なんか作れてる気がするんですよ。あ、ちょっとピヨってますね。ピヨってるっていうのかな、ピヨピヨです。ピヨってる。まあ、ピヨピヨ状態になってますね。サマンリーでレイちゃん、ここで特大のレイパンチが欲しい、うそボールだちょっとねボールも抜けてるのもあるんで、よしこれランナースタートですね、あボールだったかも、ボールだったかも、これボール、よしここでもしドカーンいけばもうこれは試合をかなり優位にできますよ、第3球を投げた、3球でストライク、ちょっとやっぱりボールが抜けてきてる気が、あしまった今の甘いボール、ちょっと反応遅れた、第5球投げた、ホームランがスタート、第6球はランナー一斉にスタート、ここでカーブがちょっと全然頭なかった、やられた、カーブ頭になかったな、序盤終了しまして5対2、乃木3点リードに変わっています、試合はこれから中盤4回に入ります、バッター、いやでも逆転できましたね、はい、そうなんですよ、その結構自分本当に、ま、ちょっとどんな感じになるのかなっていう感じで今や、ま、やんちゃん4番に入れてみたんですけど、なんかいい感じがするんですよね、自分はやってて、で多分ネオンちゃんの4番に入ってからそのランナーが溜まった状態でカッキーには結構そこそこ回ってると思うんですけど、ちょっとそこでまだドカーンっていうのはないんですけど、ただ場面が作れてるんで、まあしばらくやってればあんだけホームランも打ってるんで、そういった場面でもねホームラン出たりとかっていうのもあると思うんで、なんかいい感じがしてるんですよね。で、なんか、ヤンちゃんが4番に入ると、その、右左のジグザグじゃなくて、バッターのタイプのジグザグになる感じが、今、するんですよね。今日とかもそうだと思うんですけど、あ、ちょっとストライク入んなくなってきますね。あ、これはいいボールですね。抜けろ。さすがに間に合わないかな。ここはファインプレーに阻まれました。ワンアウトです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。まあ、アヤメンからカウントすると、アヤメン、その、なんていうんですか、ミートタイプとパワータイプが、こう、ジグザグになってる気がするんですよ。アイアンメンで、まゆちゃん。まあ、まゆちゃんどっちもかもしれないですけど、まあ、ホームランも打てるじゃないですか、長打も。だから、で、4番にヤンちゃんが入ると、ミート型。で、5番にカキパワー型。で、今、今日とかも6番、サクちゃんですよね。まあ、サクちゃんも、ホームランもそこそこ打ってますけど、まあ、打率が高いんで、まあ、ミート型に分類するとすると、で7番、レイちゃんでパワー型じゃないですか。だから、その、ミートとパワーが、
うまいことこうジグザグになってる気がするんですよね、その中軸が。だからなんかそれもそれでいいのかなってちょっと思ったりも。攻撃が終わっています。5回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは銀次、投げました、まっすぐ見送ってストライク、投げました、2球目空振り、投球は3球目、投げました、流し打ち、よしよしよし、遠藤掴んで、間に合うかな、大丈夫ですね、はい、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは藤田、まだあのコメントとかでもいやなんかやんちゃんの番さすがに違わないですかみたいな、うん、来てないので多分なんか、ね、うん、特に来てないのであのいいのかなってちょっと皆さんがどう思われてるかわかんないですけど、そうなんですよね、うん、打った、これはファースト真正面、自分でベースを踏んでアウト、スリーアウト、あ、もちろんがっつりずっとやんちゃんを固定っていうのはもちろんねないとは思うんですけど、うん、例えば今後まあリーグ優勝もししてその後クライマックスとか日本シリーズもし行った場合ですね、うん、その時って、まあ、もちろん短期決戦なんでやっぱり打順も多分悩むと思うんですよ、このチームだと。いろんな打順組めるんで、そうなった時に多分こうずっとペナントでいろいろやってきて、多分自分とか、まあ、見ていただいてる方もある、あの意見もあると思うんですけど、多分結局、まあ、もちろん4番だけじゃなくてどういう感じのが一番ハマってるのかなっていうのは多分一番ハマってると思ったやつで挑むと思うんですよ、短期決戦は。でなんかもしかしたらそういう風に考えるとヤンちゃんの4番は全然可能性としてあるかなと思いますね、うん、そういう短期決戦でも。打ちました、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。もちろんヤンチャンは別に繋ぐだけじゃなくて、まあ、得点圏打率も結構高いですから、普通にその打点を稼ぐっていう意味でも、まあ、もちろんいいとは思うんですよね、うん、ただ繋ぐだけのバッターではもちろんないですからね、うん、バッターは2番田中、今日3打席目、あとは、まあ、ヤンチャンどっちかというとこう6とか7打つことが多いじゃないですか、今まで。より4、まあ、4の方が打順回りやすいんで、そうなると、まあ、今、盗塁王争いもしてますよね。やっぱり、これは良い当たりだ、伸びた、これ抜けるのか。いやー、なんかやっぱ簡単にいかないなー。この点差だと、ほんとまだ分かんないですからね。リプレイをご覧ください。バッターは不屈の男、浅野。今日はセンターフライと三振。ストレートがストレート、重そうなストレート。ちょっとこれどうすか。やばいやばいやばい、なんかボールが。第3球を。投げました。ちょっとこれね、今日の系統になりそうな感じはありますよね。ちょっと。ゆりちゃんとみおちゃんが最近ちょっと終盤でね点取られて、なんとかね2人の調子を取り戻したいっていうのもあるんで、もしかしたら今日ちょっとナイスキャッチ、OK、さくちゃんナイス、今日ちょっと登板する可能性もありそうですね、この展開だと。うん、やっぱりゆりちゃんとみおちゃんはやっぱり際どい試合に投げることが多いんで、やっぱり2人のねあのピッチングっていうのはチームの勝ちにもつながりやすいんで、うん、やっぱり2人の調子はねやっぱりどうしても上げたいですからね。あ、ピッチャー帰ってきましたね。これが13試合目の登板、まずは立ち上がりに注目しましょう。はい、福井投手ですね。あ、調子絶好調だ福井投手。このペナントと、まあ、対戦したかな。はい、あ、でも起用法が接戦時になってますね。はい、スライダーとコントロールはあんま良くないですけど、もう調子が絶好調だから。第9、外角低め、見送ってストライク、まずは見送りました、投げ
あ、思ったより落ちるな。投球が変わった3球目、三球勝負きた。ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、長打の魅力のスラッガー、セイミヤ、今日はファーストライト、フォアボール投げた。あー、今ちょっと狙ってそんなくるな。これで2アウト、ランナーありません。シュートも結構曲がりますね。第9球、第2球、おー、いいんじゃないですか。切れるな、切れる。うー、第3球を投げた、第4球を投げた、しまった。やばい、この展開はちょっと、いやー、これ油断できないですね。ちょっと水木ちゃん、まだ8回ぐらいも投げれるかもしれないですけど、2点差ですよね。ちょっとさっきのイニングボール抜け球もちらほら、まだ大丈夫だと思うんですけどね。よし、 OK。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました。あ、やらしい。出るセンター前ヒット、ウィーラー、ナイスバッティングです。バッターは6番、銀次選手か。決まったストライク。投球これから2球目、惜しい。第3球を投げました、打ちました、2で無理だ。ツーアウトランナー2塁に変わります。バッターは7番藤田。これちょっと待ってくださいね。あ、でもどうかな、山下選手のとこ大、まあ、ツーアウトなんであれなんですけど、ブラッシュ選手が残ってるんで、スタメンに出てない分、ブラッシュ結構やっぱり前回のこともあるんで、ブラッシュ選手の投入のタイミングは気使わないといけないですね。やばいかも。あー、止まりましたね。うわ、ここで来たか、橋本選手の。いや、これめっちゃいいじゃん。ちょっと待ってくださいね。はい、いや、ここは絶対に抑えないと。よし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 。怖いですけど、やっぱストレートも使っていかないとな。よっしゃー、オッケーでございました。いや勇気持って投げて正解でしたね。うん、今の、ね、今多分狙ったとこほぼ行ってたと思うんですけど、あそこに投げ切ればね、一歩間違えれば本当に危険ですけど、やっぱり大変、あの変化球丸とかも持ってたんでね、ブラッシュ選手が。やっぱりちょっとそれもあったんですけど、ちょっとやっぱフォーク落ちますね。あ、ボールだったかも。ちょっと何やったの、ボールじゃん、もう。ファウルグラウンドキャッチしています。バッターミラーの四方、筒井、今日2打点を挙げています。投げました、インコース低め、ストライク。さあ次の投球、投げました、ボール、アウトローへ。第3球を投げました、あれー、ショート3、落下点に入った。勝ってこれで3アウトチェンジ。乃木三者凡退に倒れました。今日5安打ですよね。ヒットがそうなんで負けてないっすね。ピンチヒッターは乃木。ちょっと変えようかな。はい、変えますね。乃木ピッチャーを交代します。山下降板、マウンド上ピッチャー静かアジェンド北川、今日2番手としたマウンドで上がります。乃木選手はね、スランプ状態なんで、第2球なんとかね、ここは絶対に抑えたい。
やっと投球これから4球目外のよしよしこれ出しましょう OK これでワンアウトランナーはありません打順は1番に対して選手も上には出したくないですね OK あでもちょっとやらしいかも大丈夫ですねこれで2アウトランナーありませんバッターは2番田中今日はホームランを打っています第2球投げた2球目よし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 投げた打ちましたオッケーよし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 ゆりちゃんナイスよしうまくさばいていますスリーアウトチェンジ北川三者凡退無得点に抑えています8回の表が終わって5対3ちょっと追加点欲しいですね追加点福井交番あこれどうですかワンポイント的な感じですかねはい金足投手スライドマックスだすごい絶対マックスじゃなかったですねアップデート前うわすごいなっていうか変化量が7のピッチャーってそうそういないと思うんですけどすごいな7あるしかも切れ丸すごいっすねこれどんな感じなんだろうただ球速はないからいやでも調子も向上これどんだけ曲がるんだろうシュートすごい流れますね頭持ち丸とかリリース持ってるから今の多分インコースから多分外だったらもっと曲がるうわやばーこれはちょっとえぐい思ったよりもやっぱ曲がりますねそう外からだとあんまり曲がんないですけどやっぱり曲がりますよね。強振なんていうのこれ無理だ。いやでも今の多分ミートで打っててもサードゴロっぽくないな。なかなかこれ厳しいな。すいません。投球はこれから3球目。ラストあれのセカンドから一塁送球今日ヒットが本当に乃木クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました8回の裏がいよいよ最終回いやじゃあここはミオちゃんですね今日は3打数ノーヒット1三振乃木ピッチャー交代です北川降板さあちょっとクリーンナップからですけどねはいミオ最終回2点差でマウンドに上がる浅村選手がやっぱ一番怖いな逆境も効いてますねあ第3球を投げた通信よし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 投げた打ちましたうっおわけが作戦だぜよし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 これはミオちゃんもニコニコなりますねなりますね特にしかもサクちゃんだから特にニコニコこれはニコニコになるファインプレーいやこれ大きいですよこれ2点差なんでランナーが出るとね相当まあホームランが出ると同点手間になっちゃうんでこの大きいプレーですねよし OK よしよしあと1人ですねさあ一人音取るまでここは何としても抑えたい場面投げたうん第3球を投げました変化球見送ってストライク投げましたよし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 みおちゃんはカウントがちょっと悪くなってもやっぱりこの焼きそばパンでよーしオッケーよし今日ゆりちゃんとみおちゃん完璧ですねはいいやでも結構やっぱ接戦になるな。ちょっと今日打つのかなもうヒット5本で5点取れたらまた結構効率的には良かったですけどね。うん。だから、ちょっとあれでしたね。うん。もしかしたら、普通にヒット5本だったら全然、無失点とかでもありますからね。あ、無得点ってありますからね。2点差で勝ちました。勝利投手は山下、敗戦投手は湯気、そして西武は三尾。乃木、今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。はい、これ先制ホームランですね。まあ、ちょっと、みぬきちゃんね、でもしっかりゲームはね、やっぱり安定して作ってくれましたね。はい。
ちょっとこのホームランと、あとは、あ、真ん中に抜けたやつか。そうですね。そしたけど。なんか、あやめん、ちょっと打率は徐々に落ちてきてると思うんですけど、やっぱり、なんか、どんどんチャンスには強くなってる気がするんですよね。ここ一番ではしっかり、やっぱり打ってくれてるような感じありますよね、あやめんね。うん。あの2点タイムリーも相当大きいですよね、今日の試合展開だと。うん。この場面大きかったですね。ここを抑えたのは本当に大きかった。ここターニングポイントではなかったですけど、ターニングポイントだったかもしれないですね。はい。で、この後ね、今日はゆりちゃんとみおちゃんがしっかりね、抑えてくれたんで、いや、よかったですね。はい。いや、でも今日ヒット。っていうか、4回からノーヒットか。これはなかなかですね。あんまりないかも。そんなにヒット出てなかったか。はい。まあ、でも何はともあれ勝ってたんで。はい。みずきちゃん3勝目で、みおちゃんもね、23セーブ目つきましたね。いやー、そっか、4回からヒットなかったんですね。前回と真逆のような試合になってますよね。うん。両チームともにヒットがあまり出ないっていう。はい。でもね、なんとか勝てたんで、よかったですね。はい。で、次勝てばね、3連勝なんで、ちょっと、かなり際どいゲーム続いてますけどね。はい。なんとかその中でも、この楽天戦に関してはね、勝ててるんで、まあ次回もね、頑張っていければなと思います。はい。では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。